あ、続いてはボイチェン希望ということで、これに関してはですね、ボイチェン、まあ、どうなんでしょうかね。まあ、でもただこの人被害者じゃないから、そのなんか被害者でボイチェンはちょっとあれやけど、今回、まあ、いわゆる内部告発的な多分あれだと思うんですよ。まあ、例えば大企業の社員が社長の暴露するみたいな、告発するみたいな、この会社は不正を行ってるみたいな、そのタイプなんで、まあそこはボイチェンでもいいんじゃないかな。そこら辺はこの人がなんか YouTuber からおいお前性奴隷ならねえか俺のって言われたっていう話ではないみたいだから、で多分ね、知らんけど。じゃあツアーかけていいですかね。もしもし。もしもし。ああ、かかってますかかってます。今外ですかね。あ、今外にいます。はい、ということで、じゃあ今日ちょっと告発したいことがあるということで。告発というか、まあそうですね、はいはい。あと今ってボイチェンかかってますかね。あ、今ね、寝ずにみたいな声になってんで大丈夫ですよ。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、もう何か資料とかご提示されてますかね。いや、まだ何も出してないですね。あ、わかりました。概要の説明をしたらいいですかね、それとも動画を出してから私が説明したらいいですかね。はい、あー、まあ一旦説明してから動画を出した方がいいですね。あ、わかりました。はい、ちょっとメモでまとめた決めてないんですけれども。あー、ありがとうございます。わざわざ あ、あれ、あらら、僕の声がまず遅れて、あ、大丈夫ですかね、聞こえるよなんかボイチェンかかった俺の声が、なんか俺の声聞こえますよあ、治りました、治りました、あ、治りました、はい、治りました。多分、はい、スピーカーにするとちょっとハウリングしちゃうかもしれないですね。あ、そうですね、まあ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 、スピーカーするときは言ってください。はい、じゃあこれさん一旦話さないでいただいてといったらおかしいんですけど。わかりました。じゃあ、内容を話してるときは僕黙っとけばいいんですね。すいません、声が変わっちゃってますね。さっきのネズミの方にしまっていいですかね。あ、すいません、声が変わっちゃってますね。ネズミの方にしまっていいですかね。あ、これで大丈夫。あ、それで大丈夫です、ね、もしもし。はい、聞こえますか。あ、聞こえます、聞きます、はい。あ、聞こえます、聞きます、はい。あ、じゃあお願いします。はい、はい、友人からまずこの、ある動画が送られてきまして、こちらを開くと、はいはい、盗撮動画で、それで、うん、何なのこれっていうふうに友達に聞いたんですね。はいはいはい。そうすると、あるツイッターアカウントがスペースという生ラジオのような機能を利用して配信をしていて、そちらでなんかリスナーが交流できるように設置したチャット欄で、そのツイッターの赤主の方が動画リンクを貼ったみたいで、その動画を開いたら盗撮動画で、その動画がどこで撮られたかというと、アベマの局内というんですかね、アベマかテレ朝かは分からないんですけれども、明らかにその局内で撮られた動画で、ツイッター赤主の方はプロデューサーからもらったというふうにおっしゃっていて、なので多分プロデューサーかスタッフの、アベマのスタッフの誰かがその演者タレントさんのことを盗撮しているということで。ああ、そういうことか、はいはい。あ、もしもし、終わりですかね。まあいいや、とりあえずタレントなんだ、タレントの盗撮動画。ああ、はいはいはい。まあだから、そのアベマかテレ朝か知らないけど、そこでまあ番組に出演して、で終わったタイミングか、終わって、まあ、エレベーターとか乗るところを、職場で働いてる人物が盗撮して、でそれをプロデューサーが誰かに渡したみたいな感じなのかな。うん、なんか通話切れてたいつの間にかあー、もしもし、ボイちゃんかけてくださいね。はいはい、まあ、申し訳ないです。いやいや、まあ、話の内容分かりました。はい、このタレントっていうのは誰なんですかね。男性アイドルグループの、アイドル、INI、はい、INI というグループなんですけれども、はい、はい、INI? 韓国と日本の、はい、なんか、NiziU の男バージョンみたいな感じなんですけど、はいはいはい、はい、結構人気なグループで、うん、そちらの、なんでしょう、その動画を流した赤主の方も、INI のファンだったそうで。他にはいるんですかね。はい、盗撮されたのはこの INI のメンバーだけですかね。はい、私に流れてきたのはそうなんですけれども、はい、これだるいな、1分しか話せないのこの人。1分経つと大体音声切れるんだけど、この人1分しか話せない人になってるわ。もしもし、はい、ウルトラマンの3分の1です。はい、で他の方は何ですかね。はい、メンバー取られたメンバーですかね。はいはいはい、他の、あ、他のタレントさんは取られていないとは思う、あ、いるかは分からないんですけれども、私の手元にあるのはこの INI さんしかないですね。 INI ですね、はい、はい、でじゃあちょっと動画流しますね、もらった。はい、お願いします。はい、まあこちらなんですけども、まあこれだから、モザイクがついてない状態なんですよね、公開されてるのは。
そうですね、はい、はい、まあ、こんな感じでもう明らかにオフな状態の撮られたりとか、まあ、あとはこのエレベーター内、はい、の、まあ、動画があると、はい、うん、まあ、確かにこれ完全に撮られてるね、盗撮用で、そうですね、はい、はい、でこれをプロデューサーからもらったってことは、じゃあこの番組のプロデューサーやばくね。そうですね、うん、なのでちょっと私もさすがにこれはと思って情報提供させていただいたんですけれども、はい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 、はい、ちょっと他のタレントさんとかももしかしたら被害があるかもしれないので、これってさ、アベノさんにはちょっと調査していただきたいんですけど、服装とかで分かんないの、はい、この日の撮影なんじゃねみたいな。あー、多分分かると思います。分かるよね、多分この服装で多分分かりますね。ちょっと探しても大丈夫ですか。あー、はい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 、はい、うん、分かるでしょう。ん、なんかあの、なんか指摘来てるな。あー、はい、すいません、なんかこれらしいです。どっちでもいいだろ別に。はい、 INI ね。あ、もうご提示されてますか。はい、あ、もうそのいつの放送かな。あ、いや、まだしてないです、してないです。あ、流してないですか。ちょっと探します。はい、でもコメントにはもう書いてあるね、狼って書いてある。あ、書いてますか。狼でも大丈夫ですかね。狼くんの番組だと思うって。あ、狼、これかな、4月1日ですかね。4月1日の多分あの2回にわたって2週連続で放送があったみたいで、スパチャ選挙だ。はい、7話と8話ですね。7話か8話。7話と8話で彼と狼ちゃんには騙されないシリーズ、あーの、じゃあ衣装なんだねこれが。でその時に盗撮されたものなんだ、はいね、じゃあその時担当していた従業員とか、まあ、スタッフとか、まあ、プロデューサー、はい、うん、スパチャ宣言と昔オーディションで日プ取り上げてましたよ。その時から運営の盗撮話題になってました。あ、じゃあもともと何、この女性の方も男性の方も盗撮問題になってたんだ。いや、盗撮ありましたっけ。あ、ありましたね。 INI のメンバーにはなっていないんですけれども、うん、別の候補生のような子がいまして、その子が盗撮されていましたね、確かに、スタッフの方に。あー、もう盗撮大国、はい、日本。まあ、そういうことですね。そうですね、はい、わかりました、はい、まあ、これを告発したかったということだね。はい、うん、まあこれじゃあ INI のメンバーに届くといいね。おい、お前ら盗撮されてるぞと。そうですね、ちょっとそれだけ申し訳ない気持ちあるんですけど、うん、ちょっと今後の被害を減らすためにもと思って。確かにね、わかりました、はい、了解です。わざわざありがとうございます、本当に。いえ、とんでもないです、取り上げていただいてありがとうございます。まあ確かにボイチェンはあんまいらなかったような気するけど、いや怖いわ盗撮ね。俺も温泉入ってる時、特に露天風呂、昨日の動画にも映ってたと思うけど、やっぱ森の中からね、望遠鏡みたいなんで盗撮されてる可能性あるしね、怖いから。うん、ちょっといやー怖い怖い、本当にいつ盗撮されるか分かんないからね、俺も怖いから絶対股間隠してるから俺、そう、スナイパーに狙われ